メアリー・トフト、旧姓デニア、1701年頃から1763年は、イングランドのサリー州、ゴダルミング出身の女性で、1726年に、医師らを欺きウサギを出産したと信じさせたことで、物議を醸した人物である。1726年に妊娠したが、その説明によれば、ウサギを見て気が変になり流産した。この時、 メアリーが様々な動物の断片を生んだと主張したことから地元の外科医、ジョン・ハワードが訪問するに至り、この件について調査した。動物の肉片の分娩に立ち会ったハワードは、著名な内科医らに正式に通知し、この症例がジョージ一世の王室外科医、ナサニエル・セント・アンドレの注意を引くことになった。セント・アンドレは、メールの症例は真実だと結論付けたが、王が さらに派遣した下界シリアカス・アーラーズは会議的だった。すでに非常に有名になっていたメアリーはロンドンに連れて来られ詳細に調査された。メアリーはロンドンで綿密な検証を受けたが、ウサギを産まず、ついに虚言を自白し、その後、詐欺師として収監された。この結果に、公衆は嘲笑し、それにより、医師らは大混乱となり、 何人もの著名な外界の経歴に大きく傷ついた。この事件は風刺画家で社会批評家、ウィリアム・ホガースなど多くの風刺のネタにされ、医師らのうかつさを強く批判した。メアリーは最終的に罪に問われることなく釈放され帰郷した。1726年10月後半この話が最初に公衆の注意を引き、ロンドンに報告が入った。 ある記事が1726年11月19日に掲載された。ギルフォードから不思議な、しかし十分に証拠を有するニュースが続々と届いている。約1ヶ月前、ギルフォード近くのゴダルミンに住む哀れな女性が著名な下界で男性助産師、ジョン・ハワード氏の海添えで出産したが、取り上げたのはウサギに酷似した生物だった。 ただし心臓と肺は腹外で発育していた。約14日後、同女性はハワード氏の手で完全体のウサギを1羽産んだ。そしてに3日後には、さらに4羽、金曜日、土曜日、日曜日、つまり今月の4日、5日、6日には、毎日1羽ずつ産んだ。合計9羽だが、皆取り上げる途中で死んでしまった。女性は誓ってこう言った。 二ヶ月前、他の女らとの羅で働いていた時に、女らがウサギを追い立て、ウサギは走って逃げたので追いかけたが捕まらなかった。このことで女性の中に、ウサギへの母情が生じ、女性は体調を崩して流産し、ウサギのことを考えずにはいられなくなった。この一件に関する、人々の意見は、やはり大きく異なっており、生まれたウサギは、王立協会への検定がふさわしい。 賃品宝物などと考える者も,もいれば、この話に腹を立て、もしこれが事実なら人間の不完全さを示すものであり、蓋を覆ってしまうべきという者も,もいる。ウィークリージャーナル1726年11月19日、哀れな女性、メアリー・トフトは24歳、または25歳であった。ジョン・デニアーとジェーン・デニアーの娘で、1七百三年二月十一日に、メアリー・デニアとして、 洗礼を受けた。1720年に年期暴行を経た衣服症、ジョシュアとト,トと結婚し、夫婦はメアリー、アン、ジェームスの三子を設けた。メアリーは18世紀のイングランドの農夫という余儀ない境遇により、1726年に再度妊娠した時も野良で働き続けた。妊娠初期に苦痛を伴う合併症を訴え、8月前半に、 複数の肉塊を排出したが、うち一つは自分の腕くらいの大きさであった。これは胎盤の発育以上の結果である可能性があり、これにより、大河の発育を止め、血塊と肉塊を排出させたものと思われる。9月27日に腎痛が始まった。隣人が呼ばれ、いくつかの動物の肉片を生み出すのを見守った。隣人は、ついで肉片を、 トフトの実母と義母のアントフトに見せたが義母は偶然にも助産婦であったアントフトはこの肉片をギルホードを地盤とする経験30年間の男性助産師ジョン・ハワードに送ったハワードは最初トフトが動物の部分を産んだという考えを否定したがしかし翌日疑いを持ったまま彼は彼女のもとに行ったアントフトは彼にさらに 前夜の奮闘の断片を見せたが、彼がメアリーを調べても何も見つからなかった。メアリーに、再び陣痛が始まり、さらにいくつかの動物の部分を生んだらしく、見えたため、ハワードは戻って、調査を続けた。11月9日の同時代の記述によれば、その数日間で彼は次のものを取り上げた。うち色の猫の足3本、ウサギの足1本、内臓は、猫のもので。 それらの中に、うなぎの背骨の断片三つ。猫の足と思われるものは、彼女の想像によれば、彼女が好きだった、夜一緒に、ベッドで寝た猫から形成された。とふとは、再び具合が悪くなり、その後の数日間で、うさぎの肉片をさらに生んだ。11月4日事件が、さらに広く知られるようになったので、ヘンリー・ダブナンと、ジョージ2世の宮廷の一員が、 どのような様子であるのか見に行った。彼は、ハワードが集めたサンプルを調べ、表向きは信じているものとして、ロンドンに戻った。ハワードは、トフット・ギルフォードに移らせ、そこで彼は、彼女の話を疑う、あらゆる人の前でウサギを取り上げようと申し出た。奨励の進展を知らせる、彼がダブナント宛に書いた手紙は、1723年以来、王室のスイスの下界。 ナサニエル・セント・アンドレの注意を引いた。セント・アンドレは、自分のパンフレット、英称とナラキブ・オブ・アン・エクストラ・オーディナリー・デリバリー、オブ・ラ・ベッツでこれらの手紙のうち一通の内容を、結局、衝述することになる。背景私があなたを手に手紙を書いて以来、私は哀れな女性からさらに3羽取り上げ、3羽べてが、半ば育ち、うち1羽は死んだウサギでした。最後のものは、 子球内で23時間、跳ねて、それから死亡しました。11羽目のウサギが取り去られるや、いなや、12羽目のウサギが跳ね、それは今跳ねています。もし喜んで現場に来る好奇心のある人物がいれば、彼女の子球の中の飛びを見て、もしよければ、彼女からそれを取り上げてください。それは、好奇心の強い人々の大きな満足になるでしょう。もし彼女が身ごもっているならば、 彼女はあとわずか10日間で産むでしょう。ですから私は、あと何羽のウサギがいるかわかりません。私は、もっと便利なようにその女性を、ギルフォードに連れてきました。ケイグ・ジョン・ハワード・ナサニーエル・セント・アンドレの、最式彫り繁華国王・ジョージ一世は奨励に、魅惑された。王室は、11月半ばまでに事件に非常に興味を、持ち、セント・アンドレと、王太子秘書、 サミュエル森のを調査に派遣した。11月15日に彼らは到着すると、ハワードによってトフトの元に連れて行かれ、彼女はウサギの胴体を分娩した。セントアンドレの報告では、自身によるウサギの調査内容を衝述している。彼は、それが呼吸したか調べるために、肺の肩を水に入れ浮くかどうか見たところ、それは浮いた。セントアンドレはトフトを診察し、 うさぎらは、彼女の湯乱管で育てられたと結論を下した。トフトは、同じ日の後ほどの、医師らのいない時に、もう一つうさぎのトルソを産んだと伝え、それをも二人は検査した。彼らが、その晩戻ると、トフトは再び激しい子宮収縮を示していた。さらに診察が続き、セントアンドレはいくつかのうさぎの皮膚を取り上げ、数分後には、うさぎの頭が続いた。 男性二人ともが排出された肉片を検査し、いくつかは猫の身体部分に似ていることを認めた。王は強く興味をそそられて、次に下界、シリアカス・アーラーズをギル報道に送った。11月20日、アーラーズが到着すると、メアリーは妊娠の兆候は何も示していなかった。彼は事件は捏造ではないかとすでに疑っていた可能性があり、メアリーがあたかも何かが、 産み落とされるのを防ぐかのように、両膝と両ももをくっつけている様子であることを見て、取った。男性助産師であるハワードがアーラーズにウサギを産むのを手伝わせようとしなかったので、彼はハワードの行動も怪しいと考えた。ただしアーラーズは男性助産師ではなかったし、どうやらより前の出産ではメアリーにかなり痛い思いをさせていたようだった。彼は事件は絶造であると確信し、 嘘をつき、関係者に自分はメアリーの話を信じると言い,い、それから口実を作ってロンドンに戻り、ウサギの標本を持って行った。彼がより綿密に調べると、それらが人工の道具によって切られている証拠が見つかり、また、糞の中に藁と穀物の断片があるのに気づいた。12月21日、アーラーズは自分の調査結果を報告した。翌日、ハワードは、 アーラーズ宛に手紙を書いて、標本の返還を求めた。アーラーズの疑いは、ハワードとセントアンドレの二人ともそしてどうやら王をも悩ませ始め、二日後に、セントアンドレと同僚は、ギルフォードに戻ってくるように命令された。彼らは到着するや、ハワードに会い、すると彼は、セントアンドレに、メアリーは、さらに二羽のウサギを産んだと語った。 彼女は台湾と推定されるいくつかの部分を生んだが、しかし彼女はその時までに体調が悪くなり、腹部の右側の絶えない痛みに苦しんでいた。アーラーズに対し、先手を打つため、セントアンドレは、複数の証人から、先制供述書を集めたが、これは、アーラーズの正しさに疑いを投げかけ、そして11月26日に、メアリーの話を指示するために、王の前で、 解剖実証を行った。セントアンドレの小論文によれば、セントアンドレも、モリノも、詐欺的な活動を全く疑っていなかった。セントアンドレは、王から命令されて、ギルフォードに戻り、さらなる調査を遂行できるようメアリーをロンドンに連れてきた。彼には、リチャード・マニンガムが随行していたが、彼は1721年に、ナイト尺を授けられた有名な3階で、 父チチスター司祭であるトマス・マニンガムの次男である。彼は、トフトを調べると、彼女の腹部の右側はかすかに大きくなっていた。マニンガムも、また彼が、豚の暴行と思ったものを取り上げ、ただしセント・アンドレとハワードは、彼の童貞と意見をおことにした。しかし、それが、尿の匂いがするので疑わしくなったものの、関係者らは、人前では何も言わないことで合意し、 12月29日のロンドンに戻るとメアリーをレスタースクウェアの宿レイシー S バニオに泊まらせた。ホガースチョ、急にアライ、オアザワイズメンオブゴッドライマンインコンサルテーション、セントアンドレはメアリーを健康で丈夫な体を持ち、小柄。白い肌で大変愚かな、不機嫌な気象を持つ。彼女は読みも書きもできない、彼女の夫を 小鳥マンの貧しい年季済みの衣服商人で彼女との間に三死を設けたと記した。早々期の新聞に報道され、話は国民的な騒ぎとなったが、ただしいくつかの観光物は会議的で、ノリッチガゼットは事件を単に女性たち特有の噂話とみなした。ウサギのシチューと亀で似たのウサギはディナーテーブルから消え、うさんくさい話だったにもかかわらず、 多くの内会は自らメアリーに会いたい衝動に、駆られた。政治評論家のジョン・ハービーは後に、友人ヘンリー・ホックスに語った、街の誰もが、男も女も、彼女に会い、彼女を調べに行きました。彼女の腹の、絶え間ない動き、音、ゴロゴロ、ガラガラ言う音は、何かきっかいです。ロンドンの著名な内会、下会、男性助産師は皆、そこに集まり、昼も夜も、 彼女の次の出産を見守っています。ジョン・ハービー、メアリーは、セント・アンドレの厳重な管理のもと、著名な内会によって調査されたが、それには、ジョン・モーブレーも含まれた。ザ・フィメール・フィジシャンにおいて、モーブレーは、女性は、彼が、スターキンと名付けた生き物を生むことができると、提唱していた。スターキンとは、オランダ女性の分娩後に出てくると信じられていた、後山である。 彼は体内観王を信じており、これは受胎と妊娠は母親が夢見た、あるいは見たものに影響されることがあるという、広く信じられた考えで、彼は妊婦に家庭のペットとあまりに親密にしすぎると子供がそのペットに似ることがあると警告した。彼は彼女の症例は自分の説を証明するように思って満足し、喜んでメアリーノに付き添ったという。しかし、 男性助産師、ジェームス・ダグラスは、マニンガムと同様に、事件は鉄造であると考え、セント・アンドレから繰り返し誘われたにもかかわらず、距離を置いた。ダグラスは、イギリスで、最も尊敬される、解剖学者の一人で有名な男性助産師であったが、一方セント・アンドレは、王の母語である、ドイツ語を話す能力のみだけで宮廷の一員となったとしばしばみなされていた。従って、 セントアンドレは、二人に、メアリーの世話をしてもらいたいと必死に思った。ジョージ一世の即位の後、ホイック島が第一党派になっており、マニンガムとダクラスが有するホイック島の投石及び医学知識によって、セントアンドレの意思として、また学者としての地位が向上する、可能性があったのである。ダグラスは、人の女性がウサギを産むのは、ウサギが人の子を産むのと同じくらいあり得ないと、 考えたが、そうした会議を持ちながらも、彼は彼女に会いに行った。マニンガムが彼に、豚の暴行と疑われるとの情報を伝え、彼がメアリーを診察した後、彼は、この件に、セントアンドレを関わらせることを拒んだ。あらゆる種類の人物が満足し確信するだけの判断を可能にするためには、解剖学あるいは、医学の他の分野が提示するものとは別の論点が必要であった。 これらの人々の最大多数は裁判官ではなかった。従って必要なほどの詐欺の証拠が得られるまで人々がしばらくの間これ以上の判断を留保することを私が望むのは疑いもなく全く当然であった。ジェームス・ダグラス・メアリーは監視のもと数回陣痛に入ったが出産には至らなかった。12月4日、鉄像は暴露された。 トマス・オンズローは独自に調査を始め、前月にメアリーの夫ジョシュアが若いウサギを飼っていたことが分かった。訴え出るだけの証拠は十分であると確信して、サー・ハンス・スローが宛ての手紙で彼は、事件はイングランドを不安に陥れたと言っても良いが、自分は間もなく調査結果を公表すると書いた。同じ日に旅館レーシーエース・バニオの荷物係であるトマス・ハワードは、 治安判事、サートマス・クラージズに、自分は、メアリーの義理の姉妹マーガレットに買収され、ウサギをこっそり、メアリーの部屋に持ち込んだと白状した。逮捕され尋問されたメアリーは罪状を否認し、マーガレットは、ダグラスの尋問に、自分は、食用のためにウサギを入手しただけだと主張した。私は姉妹にウサギを、人は取り寄せたと言い,い、私は彼女にウサギは、 荷物係に渡して持って行ってもらって欲しいと言い、彼女は1000ポンドもらっても誰にも言わないからと言いながら、私の言う通りにした。メアリー・トフト・マニンガムは、トフトを診察し、何かが彼女の子宮空に残っていると考え、それで彼は、クラーチズを説得して、彼女に宿に留まらせることを認めさせた。ダグラスは、その時までにトフトのところに来ていたが、彼女に3回か4回。 数時間ずつ質問した。この数日後、マニンガムは彼女に痛い手術をするぞと脅し、そして12月7日にマニンガム、ダグラス、ジョン・モンタギュー及びフレデリック・カルバートの前で、トフトはとうとう告白した。流産した後子宮頸部が開いている間に、共犯者が彼女の子宮の中に猫の鍵爪と体育、ウサギの頭を挿入したのである。彼らはまた話を捏造し、 トフトが妊娠中に、野良で働いている間に、ウサギを見て驚き、それ以来ウサギに取り憑かれるようになったと主張した。後日分娩しようと、動物の一部が彼女の筒の中に挿入されたのだった。マニンガムとダグラスに、再び追求された彼女は、12月8日と12月9日に、さらに容疑を認める供述をし、その後、卑劣な詐欺師として、 エドワード3世一家制定の法令で訴えられ、トットヒルフィールズブライドウェル刑務所に送られた。それ以前に行われた未公表の自白で、彼女は事件はすべて義理の母親からジョン・ハワードまでの様々な関与者のせいにした。彼女はまた旅行中のある女性が自分に体の中にウサギらを挿入する方法とその企みにより、 生きている限り決して暮らしに困らないことは確実だと教えてくれたと主張した。ブリティッシュジャーナルは彼女が1727年1月7日にウェストミンスターの式裁判所に出廷し、怪物のようなものを生んだふりを装った忌まわしい詐欺師として訴えられたと報じた。マーガレットと夫は固く口を閉ざしたままさらなる供述を拒んだ。 1726年12月24日のミスト・エス・ウィークリー・ジャーナルは、この看護師は自分が関係した人物について尋問されたが、詐欺について知らされていなかったか、あるいは自分が知っていることを証言しようとしなかったかのどちらかである。つまり彼女の口からは何も得られなかったのである。その意志の硬さは皆を驚かせた。と報じた。ホガースのクリデューラティ・スーパースティション。 アンドファナキシズム1762年間は世俗的なまた宗教的な騙されやすさを嘲笑した。同時代の人気のあるブロードシートはセントアンドレを宮廷道化師の衣装で示して風刺した。狂言発覚後、医師らの失態が多くの公衆の嘲笑の的となった。ウィリアム・ホガースは急に気洗いをし、 話の主な登場人物に取り囲まれる中、陣痛を起こすトフトを描いた。人物会はトフトであり、E は彼女の夫である。A はセントアンドレであり、D はハワードである。デニス・トットの3キャラクターズ・イン・ホガース・ S ・急にキアラーイ・アンドサム・インプリケーションズでは、人物 G はメアリー・トフトの義理の姉妹、マーガレット・トフトであると結論付けている。 トフトの12月7日の告白には、彼女の義理の姉妹は狂言に、何の役割も果たしていないという主張が示されているが、マニンガムの1726年の、アニーグザクトダイアリーオブホワットワズアブザーブ、ディーデューリング、エークローズ・アテンダンスアポン・メアリー・トフト、ザ・プリテンディド・ラベット、ブリーダー・オブ・ゴダルミング・イン・サリーは、彼女も関与したとする目撃証言が記されている。 オガースの出版物以外にも、事件を嘲笑した絵画はあり、ジョージ・バーチューは、ザ・サリー・ワンダーを刊行しており、1727年に、刊行されセント・アンドレを風刺したブランケット新聞、ザ・ドクターズ・イン・レイバー、オア、エーニュー・ビム、ワム・イン・ギル・フォードも、また、当時話題を集めた。トフトの自白のタイミングは、12月3日に40ページの、小冊子、 英称とナラティブオブアンエクストラオーディナリーデリバリーオブラベッツを観光したセントアンドレにとって間の悪いものになってしまった。下界はこの文書に自分の評判をかけていたし、生殖一般に関する初期のより空想的な観光物と比べれば、トフトの症例をより経験的に説明しているが、結局は嘲笑の対象となった。会議が正しかったことが証明されたアーラーズは、 サム・オブザベーションズ・コンサーニング・ザ・ウーマー・オブ・ゴット・リーマン・イン・サリーを観光し、この事件に対する彼なりの説明と、セント・アンドレとハワードの両名が、狂言に関与したのではないかとする疑いを、じ実している。セント・アンドレは、1726年12月9日に、自分の意見を撤回した。1729年に、サミュエル・モリノーが、中毒死し、彼は、 森能の,の未亡人にエリザベスと結婚した。これは彼の同僚にほとんど印象を与えなかった。森能の,のいとこは彼を毒殺で訴え、セントアンドレは名誉毀損で反訴したが、セントアンドレとその妻の経歴は後世まで傷つけられることになった。エリザベスはキャロライン王妃の世話係の職を失い、セントアンドレは宮廷で公然と屈辱をこむった。 彼らはエリザベスの多額の財産で生計を立て、田舎に引き下がり、そこでセントアンドレは1776年に96歳で死亡した。マニンガムは自身の無実を証明しようと躍起になり、彼女の狂言の自白についての説明とともに、自分のメアリー・トフト観察日誌を12月12日に刊行した。この中で彼はダグラスはトフトに騙されていたこと。 そして、ダグラスは、自身でも説明を公表することによって、払拭しようとした自分の印象の低下に責任がある、ことを示唆した。ダグラスも、また、ラバー・オブ・トゥルース・アンド・ラーニングというナを使って、1727年に、ザ・スター・キン・ライセクテッドを刊行した。モーブレイ宛ての手紙で、ダグラスは、彼のスター関節に対して適厳しく批判的であって、 それをあなたのモーブレーの脳内の単なる空想と呼んだ。医学界に加えられたダメージはあまりに大きく、この話と関係のない数人の医師が自分たちはトフトの話を信じていなかったとの声明を公表せざるを得なくなったほどであった。1727年1月7日にジョン・ハワードとトフトは裁判所に出廷し、ハワードは罰金800ポンドを課された。 彼はサリーに戻り、開業を続け、そして1755年に死亡した。群衆は、今や悪名を馳せたトフトを、一目見たいと、何ヶ月間もトッドヒルフィールズブライドウェル刑務所に、押しかけたことが記録されている。彼女はこの時までに非常に体調が悪くなっており、また後禁中には、肖像画がジョン・ラゲールによって描かれた。1727年4月8日に、彼女は、 結局のところ釈放されたが、これは彼女をどのような罪に問えばよいのかわからなかったからである。トフト家はこの事件から利益を何も得ず、そしてメアリー・トフトはサリーに戻った。1728年2月に彼女は娘エリザベスを産んだが、彼女はウサギを産んだという巨言語の第一子とゴダルミング教区記録簿に記された。トフトのその後の生涯はほぼ知られていない。 1740年、盗品を受け取ったために投獄されたことが、わずかに目立つのみである。彼女は1763年に死亡し、彼女の死亡記事は、貴族のそれと並んで、ロンドンの複数の新聞に掲載された。彼女は1763年1月13日に、ゴダルミングに葬られた。フランスの訪問者を迎えるセントアンドレの、風刺的な線が、スキャンダルに続いて、 セントアンドレは、どうやら二度とウサギを食べなかったらしい。この事件は、初代首相、ロバート・オール・ポールの性的らによって、彼らに言わせれば、強欲で堕落した、欺瞞的な時代を象徴するものとして、引き合いに出された。ある作家は、大太子の上風宛ての手紙で、事件は、大太子の父親の死が近づいている前兆かも、知れないと書いた。1727年1月7日に、 ミスト、ス・ウィークリージャーナルは、事件を風刺し、政治的変化に案に言及し、この事件を1641年に議会が、チャールズ一世に対して革命を始めた時と比較した。スキャンダルは、ゴシップライターらが集まるグラブストリートの住民が、数ヶ月間、冊子や風刺文、風刺紙などを制作するのに、十分な材料を提供した。ストリート、アンドレ。 エスミス・キャリジと、ザ・アナタミスト・ダイセクテッド、オア・ザ・マン、ミッド・アイフ・ファインリー・ブロート・ツー・ベッドのような、観光物で、風刺さからは、男性助産師の判断力をこき下ろし、トフトの診察をした者を批判して、彼らの誠実さを疑い、性的な地口とほのめかしで、医療職を遠回しに攻撃した。事件は、文明国イングランドの核に疑問を投げかけた。ボルテールは、短いエセ シングやラーイツでラネーチャーで事件を取り上げ、プロテスタントのイギリス人が未だに無知な教会の影響下にあることを描いてみせた。トフトは、風刺からの怒りを避けなかったが、彼らは、主に性的当てこすりに集中した。ウサギの足跡を表す、普通の18世紀の後、プリックマイナスを利用したものもあれば、スカトロジカルなものもあった。しかしながら、マッチアドアバウトなシングは、 エイプレイ・ネフタチオン、オブ・オール・ザット・ハズ・ビーン・リトゥン・アセット・コンサーニング・ザ・ラビット・ウーマン・オブ・ゴダルミングは、トフトに対する、より辛辣な風刺の一つである。文書は、彼女自身のスタイルとスペリングによるメリー・トフトの告白ということにされている。それは、彼女のひしきじをからかい、彼女の不死だらさをほのめかす多くのわいせつなあてこすりをしている。私は、 大きな生来の部分の大きな包容力の深い仕掛けに関与することができる女でした。その文書は事件に関係した幾人かの内海を揶揄し、徒夫とは弱い女性で犯罪者らのうちで共犯程度は最も小さいという風刺からによって描かれた一般的な見解を反映している。この見解は、鉄像が露見する前になされた彼女についての表現と、 対象をなしており、トフトを完全に無力化する相対的戦略を示しているのかもしれない。これは、事件の最も有名な風刺のうちの一つ、アレキサンダー・ポップとウィリアム・プルトニーの匿名の風刺的なバラット、ザ・ディスカバリーオア、ザ・スクワイア・ターン、ディ・フェレットに反映されている。それは1726年に刊行され、そしてサミュエル・モリノーに当てつけて、ヘアを、ヘアと、 コニーを、カニーとインを踏ませる。そのバラッドは、次のバースで始まる、Most True It Is, i dare to say E, ER Since the Days of Eve, The Weakest Woman Sometimes May the w i s e s t m a n d e c e i v e 中文献目録。ありがとうございます。